プラス A をご覧の皆様、どうも松岡充、カノン役をやらせていただきます松岡充です。やっぱりちょっとこう一人になる時間っていうのを大事にしてますね。本当に海に行ったりとか、ちょっと自然のある山の方に行ったりとか、一人が寂しいと思ってた年代もあったんですけど、今はなんか一人になりたいなと思うことが多いので、一人になることによってこうちょっと今までやってきた自分のことを客観的に見る瞬間が持てるというか、それが僕にとってはプラスアルファですかね。